今日私は、ハガイ一章古節から8節の御言葉を通して、宮の建築に必要な木という題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文の内容は、イスラエルの人々がバビロンに捕虜として連れて行かれてから第一次帰還した時の御言葉です。第一次帰還が537年です。BC537 年。そして536年から、 聖殿の建築宮の建建築築宮を始めましたそれがこの帰還した目的でしたバビロンの捕虜から帰還して宮を建てなさいとそれが神様の御心でしたこの宮の建築を行い始めたんですけれども問題は周辺にある国家が妨害をしてきましたそれですぐ中断されてしまったわけですね宮の建築が中断されました そして約16年間中断されたんです。520年まで、b c 5 2 0年まで宮を建築することができず、16年間過ごしました。その時、神様は、ハガイを通して、またゼカリやこの預言者たちを通して、強い御言葉を語られました。早く宮を建てなさいと。そこで、その御言葉を聞いて、 520年にもう一度、えー、宮を建て始めて516年に宮を完成させたわけですね。そういう背景が今日の本部の内容であります。今日の本部を見るとあなた方の現状をよく考えなさいと語っています。現状、あなた方の行い、あなた方のその状況を見なさいと。一生懸命、えー、種をまいても少ないだろうと。 おないっぱい食べてもお腹が減っているだろうと、神様は語られていますね。そうやって言われながらその内容について、その理由について、宮が建て上げられていないからであると、宮が荒れた状態で放置されているのに、あなた方の暮らしに満足があるだろうかと、またあなた方に祝福が与えられるだろうかと語っておられるんですね。私は高校生の時に、 家でから追い出されたことがあります、えー、なぜかは聞かないでくださいで家を出たんですけれどもロサンゼルスは暖かいんですねしかしなぜか寒く感じてお腹も空すすいてですね家がないとおかしい感じがするんですよね神様は見上がなければ あなた方のその暮らしが状況が良、えー、くない祝福のない暮らしになるということを語っています宮が廃墟となっていれば私たちの暮らしも廃墟となりますこの宮というのは霊にともに語る、えー、宮です教会の暮らしが平安で,、ね、平安でなければ私たちのすべての暮らしにおいて平安を感じることはできません 霊的な宮を完成させなければ私たちは祝福された暮らしを過ごすことができないわけです。今日の本文、破説を見るとあなたは山に登り木を運んできて宮を建てようと語っていますね。ここヘブル語を見ると山に登りなさいと語っていますけれどもヘブル語ではその山と語っていますその山ある特徴のある一つの山ですね。 そして、その山に登り、その木を運びなさい。その木と語っています。ヘブル語では単数です。一つの木です。ですから、ある山、一つの山に登って、その神様から定められた一つの木を持ってきて、宮を建てなさいという意味です。そうすれば、私はそれを喜び、栄光を表そうと語っておられるわけですね。では、この山は何ですか山はエルサレムから、 離れている、えー、オ,リーブの木をオリーブの山を表しています。そして一つの木というのはそのオリーブの山にあるオリーブですね。オリーブの木です。オリーブの山ですから、えー、オリーブが多くあるわけですよね。オリーブの木。皆さん、えー、生活でつく も,うおもっと使われていると思うんですけれどもその山がエルサレムの東側に少し離れたところになりますその山から木を取ってきて宮を建てなさいということですこれはオリーブの木を使いなさいというだけではなくそのオリーブの木の多くあるオリーブの木の中で1つの木を指していますでも1つの木を通す1つの木では 宮を建てることはできませんではこの木というのは何を意味しているんでしょうかこの一つの木このオリーブの木は私たちに何を示しているのか今日見てみたいと思います聖書ではオリーブの木は美しさの象徴祝福の象徴ですまた平安の象徴でもありますオリーブの,その葉っぱはですね平和を意味していますよね 聖書ではこのオリーブの木を神様の民を象徴する木であります。ですから、詩幣52編8節の御言葉を見ると、この私は神の家にある生い茂げるオリーブの木のようだと語っていますね。神様の家にある生い茂げるオリーブの木と語っています。神様が選ばれたその民、 民族のの共同体をオリーブの木であると語っていますホセア14章5節から6節を見てもこう語っています。私はイスラエルには梅雨のようになる。彼らは百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになると語っていますね。ここを見ると。 イスラエルの人々は、えー、ユリのようでありポプラのようでありまたオリーブの木レバノンだと語っていますこのレバノンとオリーブの木はですね一番多く使われる材料でありますですから今ここで語っておられるのは何かというとイスラエルの人々神様の選ばれた先民は 今日で言うイエス・キリストを信じる私たち一人一人神、信徒をイスラエルである私たちですね、アブラハムの子孫です。その信じる信徒をオリーブの木だと、またレバノンの木のようだと語っています。その木を削って材木にして、宮を建てたように私たち信徒一人一人を用いて集めて、 霊的な宮を建築すするると語っているんです私たちが神様が建てようとされている聖殿の宮の材料なわけです。ある人はレバノンの木のように、またある人はオリーブの木のように、扉であったり、いろいろな柱であったり、用いられる場所が違うわけですね。この オリーブの木について今日私は見たいと思うんですけれどもオリーブの木はどのような信徒でありまたどのような信徒が神様によって建てられる誠の宮の、えー、材木として用いられるのかを見てみたいと思いますまず1番目に1つとなった共同体を通して宮が建て上げられます1つ一つです今日の本部は 一つの木と語っていますねこの内容を説明するためにローマ11章の内容を見てみたいと思いますローマ人への手紙11章を見ると使徒パウロがイスラエルと違法の関係について語られましたねイエス様がイスラエルに来られたわけですけれどもイスラエルの人々はイエス・キリストを拒みました信じませんでしたそのためその福音が 違法人に伝えられたわけですよねその結果、私たちにも今、伝えられているわけです。その多くの違法人はこう考えました。イスラエルはもう滅んだと。イエス・キリストを拒んだために、もう滅亡してしまうんだと。そうやって考えたわけです。首都パウロもそれは間違っているということを示されました。ローマ11章を見ると、えー、その内容について記録されています。 今、イエス・キリストを信じていないけれども、イスラエルが完全に滅びるのではなく、時が来れば信仰を回復して、もう一度信仰を取り戻すんだと語られました。今日、ローマ11章、この17節の御言葉を見ると、こう語っています。ローマ11章、17節にもしも枝の中にあるものがおられて、 野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じってつながれそしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだと語っていますねここを見ると枝の中のあるものが折られたと語っていますこの枝というのがイスラエルの人々を意味していますイエス・キリストを信じないことによって枝の中のあるものが折られたわけです折られました そして野生種のオリーブであるあなた方これは違法人を意味しています。野生種のオリーブであるあなた方違法人がその枝に混じってつながれたともともとの幹に混じって繋がれたわけつながれたわけです。ねですからこのオリーブの木は神様の民共同体救いを受ける教会を意味しています。 しかし、ここで語っているのはシット・パウロがあなたは混じってつながれたからといって、傲慢になるなと語っています。信じないイスラエルの人々もおられたわけですよね。野生種のオリーブも同じであると。あなた方は自慢するなと。また、傲慢になるなと語っているわけです。 そしてローマ11章24節を見るともしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのではあればこれらの栽培種のものはもっとたやすく自分の大義につながれるはずだと語っていますイスラエルの人々もまた戻ってくるんだということを語っていますねここを見ると 元の性質に反してと語っています。私たちはオリーブの木ですけれども野生種です。野生種であるオリーブの木です。もともとは、もともとの性質は悪いものであったわけです。簡単に言えば地獄に入るべきもの、罪によって滅び,べき滅びるべき人間であったということです。しかし神様の恵みによって、 その死ぬしかなかったそういう元の性質に反してですね私たちは救いを受けたわけですですからもっと神様の前に感謝して歩むべきなわけです恵みを受けたんですよね本当の性質は救いを受けることはできないものでしたけれどもイエス・キリストの恵みによって私たちは救いを受けることができたということを意味しているわけですですですからこのオリーブの木はイスラエルと違法人が一つとなった木であります ですから、一つの木と語られているわけですね。一つの木。エペソン2章、13節から15節を見ても、しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ、私たちの平和であり、二つのものを一つとし、隔ての,隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において、 敵意をとはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですと語っていますね。違法とイスラエルが一つとなったということを意味しています。今日私たちはどうですか教会というものは平和を求める一つの共同体であります。多くの人が今いますけれども私たちは一つとならなければいけません。 キリストの中にあって一つとならなければ宮になることはできません。教会の中であの人は嫌だと嫌いだと敵のようにですね接してはいけないわけです。シェイクスピアのロミオとジュリエットはありますよね。その内容を知っていますか ?2 つの家紋が。えー お互いいに敵対している家紋でしてるでたよねロミオは一つの側またジュリエットは反対側の家紋の娘でした2人がお互いに愛し合ったわけですよね両親は反対するわけですしかしどうなりましたか2人とも自殺しましたよねこのように敵対することによって家紋が争うことによって子供たちが苦労したわけです 家庭も同じです教会も同同じじでですす教会私たちの教会がもう信徒の間で障害がありまた問題があるかもしれませんしかし何ヶ月何年その問題を抱えていくわけですか争いをどこまで持っていくんですか自分の子どもたちにもその争いを渡すんですか教会というものは一つとならなければいけません 和平を、平和を求める共同体とならなければいけません。その一つの木を通して神様は宮を建てられるわけです。皆さん、過去の全ての問題を捨てて、イエス・キリストの中にあって一つとならなければいけません。そういう皆さんとなることを主の皆をがって祝福いたします。大きな2番目に、最後まで忍耐する神道を通して宮が建て上げられます。 最後まで忍耐する者忍耐する者を通して宮が立て上げられますまた24章13節を見るとしかし、えー、最後まで耐え忍ぶ者は救われると語っていますいくら信仰を持っていてもですね今すぐにまた最後まで残らなければいけませんいくら過去に信じていたとしてもそれは昔の信仰です今が重要なんですね このオリブの木というのは成長が遅いんです。ですから最初の実りを結ぶまで10年から13年かかるといいます。木を植えてから10年を待たなければいけません。実りを結ぶまで。ですからその主人がどれほど苦労するでしょうか。しかしそれを待たなければいけません。私たちも同じように待ち望まなければいけないわけです。 また実りを結ぶためには30年以上かかるといいます。ちゃんとした緑を結ぶまでですね。ですからオリーブの木は寿命が長い木なんです。600年から1000年までも生きるそうですオリーブの木は。インターネットを見るとこうやって出るんですけれどもこれが1000年経ったオリーブの木です。フランスにあるオリーブの木なんですけれども1000年です。1000年も経っているんですね。 おこの木は風やまた暑さや寒さや戦争や全ての歴史を見てきた木であります、1000年間。いくら風が吹いて揺ら,ぐ揺らがしてもですね死ぬことがなかったわけです。同じように信徒も最後まで信仰を守り続けなければいけないということを意味しています。風が来て 苦難が来て、観覧が来て、試練と迫害があるかもしれません。しかし、それを耐え忍ぶ者、最後まで信仰,町の信仰を守り続ける者を通して、神様は宮を建て上げると語っておられるわけです。また、大きな三つ目に、精霊に満たされた神道を通して宮が建て上げられます。精霊に満たされた神道を通して宮が建て上げられます。 このオリーブオイルは精霊を意味しているものでありますイスラエルの人々にとってこのオリーブというのはとても重要な実りでした食事として食べたりもしますけれども薬として使ったりもしますし特に重要なのは2つの重要な使い方があるんですけれども 宮の灯火を照らす時にこのオリーブオイルを使用しました。また2番目は王や預言者や祭祀を立てる時、油を注ぐ時にこのオリーブのオイルを使います。オリーブオイルで油を注ぐわけです。その油を注ぐというのはどういうことかというと王や預言者や祭祀 その職務を果たすために神様が聖霊を与えるという象徴的な働きであります。ですからこのオリーブオイルは聖霊を意味しています。また宮の中にあるともしびは神弦20章27節を見ると人の魂が主のともしびだと語っています。人の魂が主のともしびだと。私たちの魂が燃えて光を照らすためには 油が必要だとということです精霊が必要だとということです精霊に満たされた信徒を通して宮が建て上げられることを意味しているわけですね。ゼカリア4章を見てみるとそこには2つのオリーブの木が出てきます。ゼカリア4章2節から3節を見ると「彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。 私が見ますと全体が金でできている一つの食材があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つのともしび皿があり、この上部にあるともしび皿にはそれぞれ七つの管がついています。またそれのそばには二本のオリーブの木があり、一本はこの鉢の右に、他の一本はその左にありますと語っています。この内容がとても え難しいえ内容が記録されてるんですけれどもこういう写真を見ることができます。これが今日のこのゼカリアが見たそのえ内容がですねゼカリア4章のこの内容を意味するえ写真なんですけれども左右に2つのオリーブの木があります。そしてオリーブの木から絞られたその油がですね 供給されてその灯火にがえ燃やされるわけです。2つのこのオリーブの木から油が出てくるということなんですね。継続してこの油が供給されることを見せているわけです。この例えの意味は何かというと、ゼルバベルについて与えられた内容なんですけれども、ゼルバベルは第1次捕虜期間から えー、帰還してきた指導者ですね。ゼルバベルは今敵の妨害によって宮を建てることを諦めていた人々に早く宮を建て上げなさいと語りながら今あなた方に私は精霊を今供給しているんである。2、えー、つの木からオリーブオイルをですね絞って 今、供給しているのに何が問題なんだと恐れることなく早く宮を建て上げなさいと語られているわけです。今、戦争のせいでガスの値段が高くなっていますよね。例えば、私たちの車にガソリンのですねそのえ原料を直接供給してくれたらどうですか 何の問題もないわけですよねこの金の食台というのはイスラエルという共同体国家を意味しています神様の御言葉に従順して帰還した残りの者彼らを象徴しているものでありますその代表であるゼルバベルその指導者ですねゼルバベルを意味していますですから国の大統領と同じですね王に御言葉を語る時こうしなさいといえば王は 1一人で働くことはしません。全体が働くわけですよね。それを意味しています。そして左右にあるオリーブの木はその当時の破壊、預言者破壊とゼカリアを意味しています。破壊とザカリア。この2人の預言者を通して神様はイスラエルの人々に継続して御言葉を与えてあげると、御言葉を通して精霊を供給すると語っておられるわけです。ですから恐れることなく、 早く立ち上がって身を立てなさいと。その内容を今日語られているわけです。ゼカリア4章6節から7節を見るとすると彼は私にこう答えていった。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと番組の主は仰せられる。語ってますね。私の霊によってと。そして7節に大いなる病はお前は何者だ。 ゼルバベルの前で平地となれ、彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら、頭石を運び出そうと語っています。この御言葉は、聖殿建築はえ人の力や能力ではなく、私の礼によって、神様から与えられる聖霊によってなされるんだと語っているわけです。そう言われながら、大いなる山よと、お前は何者だと、ゼルバベルの前で平地となれと。 この山というのは障害物を意味していますは。目標のために目標に向かって歩む時に障害物が出てきますよね。今この周辺の国家が宮を建て上げることができないように妨害してきます。そのような山があったとしても心配するなと語っているんですね。そのの山は平地のようになると。 その見言葉をくださって、ゼルバベルとイスラエルの人々が力を得て、宮を建てまた建て始めたわけです。愛する皆さん、今日、この教会、この共同体、また見言葉を受けてイエス・キリストを信じるすべての教会たちに、教会に同じ見言葉を語ってくださっています。私たちの目には見えないけれども、私たちのそばに、 2つのオリーブの木を通して精霊の満たしを私たちに与えてくださっていると途切れることのない精霊の満たしを約束されていますですから私たちが主のために働く時に恐れることもなく力強く前に前進していきなさいという意味なんですねそうすればどんな山があったとしても平地となりますとこの御言葉を信じて皆さん前に進んでください 今私たちのそばにあるオリーブの木は何ですかそれは父なる神様とその息子であるイエス・キリストです。父なる神様とイエス・キリストが私たちに聖霊をくださるわけですね。聖霊をくださっています。父、御子ミタこの三位一体の神様が私たちと共におられるという意味です。父なる神様、またイエス・キリストが聖霊をくだされば私たちは サミ一体の中で、そのサミ一体の中に私たちが入るわけです。神様と共になるわけです。ですから、恐れる必要もないですし、すべてにおいて勝利することができるわけです。このように、父なる神様と、またイエス・キリストを迎え入れるためには、御言葉の中にいなければいけません。ヨハネ 第2の手紙、9節を見ると、えー、ヨハネの手紙、第2、一章9節を見ると、誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは、道をも、御子をも持っていますと語っていますね。語っていますよね。誰でも行き過ぎをして、 自分一人で勝手に出て行って歩む者、そういう人は神様の御言葉の中にいるものではありませんと。キリストの教えのうちにとどまっていないものは神を持っていませんと。しかし、教えのうちにとどまっているものは父もまた御子も持っているんですね。御言葉の中にとどまらなければいけません。キリストの福井の中に、救済主の御言葉の中にいるときに、 御子とまたみちが私たちと共におられて精霊をくださっていつも勝利する暮らしをなすことができるわけですまた4番目に大きな4番目十字架を背負う神道を通して宮が建てられます十字架を背負う神道を通して宮が建てられますハガイ今日の本文を見ると一つの木を持ってきなさいと語っていますけれども ギリシャ語に翻訳されたとき、70人役に翻訳されるときは、クシロンという単語に変えられているんですけれども、このクシロンという単語は、木という意味なんですけれども、新約聖書では、十字架の木を意味するものであります。使徒行伝五章、30節を見ると、あなたが木にかけたイエスと語っていますね。あなたが十字架にかけて殺したイエスと。その 十字架の木というのが、えー、この釧ンという単語が用いられています。首都行伝十0三十九節でも同じです。十0三十九節にも同じように、えー、彼を、えー、私たちが木にかけたと語っていますね。この型を木にかけたと。これもクロスと書いていますね。釧ンという単語です。その木を通して宮を建てなさいと。 それは十字架を用いた宮でなければいけないということです。世の終わりには十字架を背負った神道を通して、誠の宮が建て上げられるということを意味しているんです。愛する皆さん、イエス様は私たちに命令されるとき、私に従うためには、各自自分の十字架を背負って、 私に従いなさいと語られました自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと今私たちは四巡節を迎えています四巡節というものはイエス・キリストの苦難の足跡をたどっていくことがこの四巡節の期間ですでは十字架を背負うこと この背負うというのはどういうことでしょうか十字架を背負う。本当に重い木を背負って、えー、暮らさなければいけないという意味ではないでしょう。十字架を背負うということは自分を捨てることであります。自分を拒むことです。自分自身を捨てなければいけません。自分の思い、考え、または自分の目標、それを捨てて、 神様の思いを抱くことですまた十字架を背負うということは自分の状況や環境をも乗り越えて主の働きをすることでありますある人は私は仕事が忙しくてダメですとまたある人は子供がまだ幼いからできませんといろいろな 理屈を立てて教会の働きをできませんと、奉仕できませんと、伝道できませんと、礼拝に捧げられませんと、そうやって言う人がいます。イエス様も、なぜ十字架にかけられなければいけないのかと言えたかもしれません。しかし、イエス様も同じように自分を捨てて十字架を背負われました。 私たちが主の働きをするためには必ず妨害もありますしまたいろろな問題が起きてきますしかし主はその全てを背負われながら全てを捨てて主に従いなさいと語られているわけですね信仰によって全てを捨てて神様に委ねるときに 2つのこの左右のオリーブの木が私たちの全てを平地としてくださり主のために働くことができるように恵みをくださると祝福をくださるということを約束されているわけですこの御言葉を皆さんも信じて自分自身を捨てて各自の十字架を背負って主のために献身して歩む皆さんとなることを主の皆もっも祝福いたします世の終わりに まことの宮として建て上げられていく皆さんとなることを主の目のもて祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、今日も父なる神様の恵みの中で私たちを教会に集わせてくださり礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします。オリーブの木の教訓を通してどのような信徒が世の終わりに 誠の宮となることができるのかを教えてくださり感謝いたします。今日も与えられた御言葉のように各自自分の十字架を背負って主に従って歩むことができるよう導いてください。その結果私たちが神様の心を悟りまた神様の心を抱きお互いに愛し合いながらお互いに和解しながら平安な教会として一つとなることができるよう導いてください。 各自、家庭ごとにいろいろな祈りの課題があります。すべてをしておられることを私たちは信じております。主のために働くとき、私たちの中にある左右のオリーブの木を通して聖霊を注いでくださり、どんな問題もどんな山もすべて平地となり、すべてが万事が益となる祝福を受けることができるよう導いてください。 信じて歩む時に奇跡を体験することができるよう導いてください。必ずなされることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン